おはようございます。時刻は10時を回りました。今日は減災特集3日目ということで、今日この時間から10時から11時の1時間はですね、雷から身を守るというのをテーマにお送りしていきたいと思います。では早速本日のゲストをお招きしたいと思います。減災プロジェクトリーダーの宇野澤さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、宇野澤さん、私はですね、宇野澤さんってなんか、はい、予報センターで予報しているとか、あと、うん、防衛隊本部で、ね、はい、活動しているとか、あとはこういった減災プロジェクトのリーダーを務められているというなんかいろいろスーパーマン的な存在かなと思うんですが、そんな全然あれなんですよ。サッカーの解説とかね。ねえ、宇野澤さん、普段はどんなことをしてらっしゃるんですか？そうですね、まあ、いろんなことありますけども、はい、一番基本となっているのはやっぱ減災ですよね。で、減災をやっていく上で必要なのって、はい、やっぱり普段からのつながりがいざというところに役に立つということもありますから、はい、まあ、予報センターとしてね、皆さんといつもこういろいろと普段から、やり取りしながら普段とのつながりを結びつけていきたいなというのもあるし、あとはみんなで一つの雲を追いかけていって、はい、ゲリラライブを予報しようという防衛隊本部ですね。でこちらの方もこれもね、最後は減災につながるっていう感じで、まあ、いろんなことやってますけども、はい、ベースはそこにありますよね。はい、まあ、サッカー解説はね、解説してるわけじゃなくてこれはあくまでもオフの日ですからね。オフの日はそっちが本業になってますので、はい、なるほど、わかりました。まあ、サッカーにもね、はい、天気の空読みっていうのもね、そうですね、活躍しますからね。はい、はい、ではですね、はい、皆さんには今現在空ボタンで、雷どう思うか聞いてるんですよね。はい、怖い、恐ろしい、へっちゃら、うるさい、宇野澤さんどうですか？これね、意外とへっちゃらなんですが、あ、そうなんですね。ただそれは自分の安全が確認できる場合、実は中学校の頃ですね、はい、自転車で外を走っていた時に近くに落ちたことがあってですね、結構ビビりましたね。一瞬目の前がもうフラッシュを目の前で焚かれたような感じになって、こう自転車ハンドル握ってたでしょう、これがちょっとだけしびりました。そんなことがあったんですね。ありました、はい、なんでね、それはちょっと怖かったですけども、ただ、まあ、屋内にいて結構安全なところにいる時は意外とへっちゃらかなと、雲と追いかけちゃったんですね。はい、ありますよね。はい、はい、では、締め切っていきましょうか。はい、5秒前でいきますよ。5、4、3、2、1、終了です。結構皆さんね、チャットの方で自分の車に落ちたこともあるっていう方もいらっしゃれば、校庭に落ちたことあったなっていう方もいらっしゃいますね。私はなんか雷がそうやって自分の身近に落ちたこととかないので、なんかすごい結構身近なもんなんだなっていうのをチャット見ていて思いましたね。そうですね、雷は意外とというよりも、だいたいゴロゴロとかね、やってる時っていうのはどっかに落ちますからね。怖いですね。はい、はい、では空ボタンの結果見ていきたいと思います。はい、風船が上がりました。うるさいっていう方、やっぱり怖いって方、はい、恐ろしいが一番多いという結果になりましたね。では数字で見ていきましょう。まあ、夜になるとちょっとうるさくて眠れないという方もね、とか朝起こされたら、いらっしゃるかもしれませんが、まあ、一番多いのが怖いとか恐ろしいという方ですね。これエリアはないのかな、やっぱりあんまりエリアのね、エリア性ちょっと見てみましょうか。あんまりないかなと思うんですけどね。はい、でも意外と西に緑が多い。うるさいとか緑が多い。東海エリアがなんか怖いの並んでますね、ずらっとね。九州男児が多いからじゃないですか。九州男児が多いから。九州の方は強いんじゃないですかね。なんだと、このぐらいのことはと。そうそう。なるほど、なるほど。はい。まあ、あんまりないっちゃないかな。やっぱり大体ね、全部共通してるんじゃないかと思いますよね。はい。皆さん、ご参加どうもありがとうございました。はい、ではここで空キャンバスも行っていくということですね。空キャンバスではあなたが考える
雷対策、はいはい、あなたが知っている雷対策を書いていただきます。今オープンしました。次のブロックの最初に集計していきますので30分弱ですね、お時間ありますので、うん、結構ありますね、うん、はい、ぜひ皆さんが知っている雷対策、こちらを書いてみてください。はい、よろしくお願いします。では雷のことについてちょっとね詳しく伺っていきたいと思うんですが、その前にちょっとリポートで雷の事例などをご紹介していきたいと思います。結構雷リポートっていうのも来ますよね、うん、そうですね、稲妻を捉えていたりとか、うん、あとは、うん、まあリポートであるのは稲妻捉えたのもありますけど、写真なしでもね、はい、かなり近くで鳴ってますとか、うん、そういうのもね来ますよね、はい、では8月10日にいただいたリポートから見ていきたいと思います、はい、大阪府大阪市の京介5248さんからいただいたリポートです。部分的にまとまった雲があり雲を目視できるというリポートをいただきました、うん、そうですね、これあれですね、かなとこ状に雲になってますね、うん、うん、積乱雲の中、これ光ってるのは光ってますよね、雲海かもしれないですね、雲海、雲海か雲の中で、うん、その可能性もあるかなという形で、はい、うん、いわゆるこれ稲妻というかね、雷光ですね、はい、はい、ではもう一つ同じ時間ぐらいにいただいているリポートですね、大阪府堺市のチャピさんからのリポートです。かなとこの中の稲光といただいております、うん、奈良県東部の雷雨の稲光が見えます。5秒に1回で光っています、うん、かなりの頻度じゃないですか。そうですね、でこれ見ると稲妻横に走ってるんで、はい、これも雲の中で、うん、あの稲妻が流れたかなというところですね。これ同じ日ですか。同じ日の同じ時間帯ですね、うん、あ、じゃあこれ同じ雲ですね、これきっとね。なるほど、うん、あのかなとこ状になっているところがかなり特徴的かなと思いますので、うん、はい、まあ、かなとこ状になっている時っていうのはだいたい高さがねもう1万メートル近くまで行っているので、うん、かなりね広い範囲から見えるんですよ、はい、うん、そうなるとね、まあ、同じ雲を皆さん見ていた可能性もあるかなという感じですね、うん、これ、はいはい、もう一つ大阪、うん、同じ日の同じ時間帯にいただいておりますので見ていきましょう、はい、大阪府大阪市の青色しずくさんからです。タイトルは雷雲、日暮れ時から南東に大きな入道雲が見えて雲の中に稲光が頻繁に光っていました。かなとこ雲、雷光は稲光は現在も続いていて涼しく強い風が吹いていますというリポートです、うん、これもかなとこ城の一番上の方に結構光ってますよね。すごいですね、うん、周りが真っ暗に。そうですね、これも同じかもしれないですね、東淀川からこれが、うん、あの南東と言ってましたし、先ほどのリポートは堺から東なので、はい、おそらく同じ雲を捉えているかなというところですね、方向から考えると、はい、はい、では続いては8月18日のリポートに行きましょう、うん、はい、大阪府泉佐野市の温州新州みかんさんからです。タイトルはこの雲、再びこんにちは。前のリポートの後雨が降りましたが短時間で去っていきましたが、現在もすっきりしない不気味な空、写真の雲もしかして乳房雲、ちぶさ雲、はい、うん、南から南西に広がっています、うん、あ、今稲光に続いてまた雷鳴が来ました、うん、といただきました。そうですね、これはちぶさ雲の可能性あるかなというところですね。全体がボコボコしてるでしょ、はい、でボコボコしてるっていうところはそこですごく上下の風の流れがあって、もう少し雨が落ちそうというギリギリのところまでこうなってるんですよ、うん、それがねあちこちでボコボコしてる状態ということは、はい、その一つ一つの中で風がこう上下に回っているところもあるので、その中でね、雷の元となるものが作られている可能性あるかなというところですね、うん、はい、なるほど。では続いてはこちらも8月18日にいただいたリポートです。大阪府高槻市のオムネツさんからです。タイトルは激しい雷雨、ゲリラ雷雨の間数分停電になりました、うん、ということで、すごいですね。そうですね、これは稲妻上下なので、おそらくこれは
落ちてますね。あの先ほどね雲の中で、はい、雲の中間という感じで雲間雷、まあ、ということを言いましたけど、はい、これはね大地雷ですねきっとね。そう地面ということで、はい、地面に対してドンといったということで、はい、大地雷ということですねこれね。はい、はい、ということで皆さんからのリポートを見ていきましたが、うん、私も、うん番組やってた時にゲリラ雷雨が起きて、はいはいね、そうなんですよ、はい、サンシャインちょうどサンシャインやっていた時に、はい、ゲリラ雷雨が急に起きてちょっと外に中継に行ってきますって言った瞬間に、うん、あのお天気カメラでね、うん、あの稲光が映った瞬間を捉えてましたの で、ね、ちょっと VTR、うん、そちらも見ていきたいと思います、ね、これいつでしたっけこれ、8月18日なんですか、ね、8月18日でした、ね、自分もサンシャインだったのであの千葉周辺はあの南の方から寒気が、ね、こう入ってきて、はい、そのへりの部分で雲がだいぶ発達した時があったので、はいまあ、その時の積乱雲からの落雷という形かと思いますよね、はいはい、では見ていきましょう、うん、雷がここまでゴロゴロ聞こえてくるので怖いですが安全な場所から送っていきますので、ね、今から外に出てきます。この後ですね、そうですね出かけた瞬間ここ落ちましたね落ちましたね、はい、ちょっとね画面の右端ですかね、はい切り替わった瞬間に、うん、落ちましたね。ね、あのチャットの方でもこの瞬間に、うん、おーおーおーって言ってちょっとざわざわしましたよね、はいはいはい、そう怖かったですよ。すごいゴロゴロなっていてね、こんな感じでちょっとゲリラ雷雨の時に雷多かったんですが、うんはい、雷の仕組みについてちょっとアナザーさんに伺っていきたいと思います。ではまずこちらのフリップでご説明していただきましょう、うん、はい、じゃあこちらに行きましょうかね、で雷、まあよくピカゴロゴロとかねよく言われますけど、はい、ピカとゴロゴロなんですが、まずピカはこれ雷光ですね、はい、うん、これ電気が流れ出した時の光とありますけども、イメージとしてはよく冬場にセーター脱ぐとバチッとなって光が出るでしょう、はい、あれと一緒ですねこれね、はい、でもう一つがこれどっち向ければいい、どっち向ければいいでしょうかねこちらですか、はい、もう一つがこちら雷鳴、まあまあ、高熱で膨らんだ空気が周りを震わせる音となりますけど、はい、これ雷まずこの稲妻が流れると電気がドロンと通るとねすごく高温なんで、うん、その流れたところの周りの空気がバッと膨らむんですよ、うん、その膨らんだ時にその周辺の空気をねこう衝撃波という形でね、はい、押しつぶす形になります、はい、よく、飛行機、まあ、飛行機でも本当に、かなり速いものですよね、マッハ 2.1 とか、うんまあ、戦闘機レベルになりますけども、はい、それが飛ぶ時というのは自分の出た音の波を破っていくんでその時にドーンという音が出るんですよ、はい、それとね同じ原理になります。で雷ってなんでじゃあこれ光るんだというとかね、はい、音が出るんだとかあるんですけど、うん、雷が起きる雲って先ほど出た積乱雲とか線の高い雲なんですけど、はい、この中でこう上昇気流がバーンと起きますよね、うん、でそこで氷の粒がだんだんこれあられになってくるんですよ、はい、うん、あられとか氷、氷の粒がだんだん固まってくるとそれが中でこう動き回ってぶつかり合うんですよ、うん、氷の粒と粒がぶつかり合って、そう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 、ぶつかり合って擦れていくんですけど、はい、でそうなるとそこが、まあ、いわゆる帯電という形になるんですが、はい、でこれも冬場夏でもできるんだけどよくこう下敷きをさ、擦ってさ、はいはい、こうやると髪の毛もよく伸びるでしょ、立ちますね、原理はあれと一緒なんですよ実は、でそれぞれね、こう電気をもうプラスの部分とマイナス部分持ってるんで、それがプラスとマイナスの間で電気がドーンと流れる、まあ、放電するっていう、そう、まさにね、この大きな静電気なんですよ。そうなんですね、はい、そんな状況です。うん、原始時代の人が石と石をこうやってカチカチやってるのとは違うんですか、うん、あれとちょっと微妙に違うけども、ね、火花は出ますよね、うんうんうん、だからここでこうやりだすと、もう擦れ合ったところでね、電気がそれぞれのところに分かれていくんですね、プラスとマイナスに分かれる、うん、でそこの間でこう火花が散る感じになりますからね、うんうん、はい、そんな状況ですね、はい、なるほど、では、うん、雷の起きやすい季節についても聞いていきたいと思うんですが、はい、雷が起きやすい季節、はい、これ年中といえば年中なんですけどね、はい、年中といえば年中なんですが、はい、はい、ちょっと見てみましょうか、こちらはどちらですかね、こっちですか、すいませんね、あそこすいません、あっちこっち行っちゃいますね、はい、
ますと、ここにいくつかあるんですけども、ちょっと特徴的なのはまず日本海の方から行きましょうか、はい、ここ北陸、東北南部から北陸にかけてのところ、これ11月12月になってますよね、はい、これ季節はどちらかというと冬ですよね。うん、これはよく冬季雷、冬の季節の雷と書いて冬季雷というんですけども、はい、これは日本海から入ってくる筋状の雲ってあります。うん、でそれから発生する雷なんですよね、はい、うん、で冬場の筋状の雲っていうと背はそれほど高くないんですよ、はい、背はそれほど高くないんですけども、あれって筋状っていうからこうこんなねライン状のこの線雲かなと思うと、はい、一つ一つはこういう積乱雲なんですよ、小さい。これがねこう連なってる、こっち向けばいいですか、こっち向けばいいこう連なってる状態で、これがねこう筋状に見えるんですね。でこの一つ一つの石膏の真ん中行きましょうか、真ん中のカメラお願いします、はい、でそうするとねこういう一つ一つの積乱雲があって、背は低いんですけども、その中でやはりこう上下のこういう粒同士がぶつかって雷が起きます。で冬季雷の場合は、はい、何が怖いかというと、背はね雲の背は低いんですけども、はい、雲の底も低いんですよ。なので、はい、地上までの距離が短い、夏場に。なので実は冬季雷というのは意外とこう強い雷になってしまったんですよね、はい、でそれ以外のところに着目してみましょうか、はい、続いて出てくるのがこの7月8月やっぱり夏場多いんですよね、夏の初め。これはどうしても熱によって温められますから、それによって積乱雲が発生しやすくなるんですけど、いわゆるゲリラ雷雨ですよね、はい、それが起きやすいといったような状況となります、はい、でその他前線が近くを通りやすいところであるとかあるんですが、ちょっとね、うん、この図だと出てないんですけど、多分この辺りはね5月とかってあるんですよ。5月多分今年の5月も結構雷が鳴ったり、氷が降りましたよね、竜巻が起きたりもしてましたよね。で実はこの5月というのは、5月頃っていうのはだんだんもう地上付近って暖かくなってるでしょ、暑くなってますね、はい、でも上空高いところはまだ少し冬の名残が残っていて、はい、冷たい空気がこう流れ込んでくるでしょ、そうなるとね地上と上空との気温差が大きくなるので、うん、そこで積乱雲が発達して雷が起きやすくなると、こんな形になります、はい、まあ、そう言ってしまうと年がら年中と話になるんですが、ただそれぞれのエリアで特徴があるんでね、その辺のところは掴んでおいた方が、まあ、安心かなという、いざという時にね慌てずに済むかなという感じがしますよね。はい、ありました。では、生活への影響なんかもね、ちょっとこちらのフリップで見ていきましょう、行きましょうか。じゃあ今度こちらのカメラでいきましょう、はい、はい、こちらですね。でまず一つは落雷用の電圧低下っていうのがあるんですけど、はい、これ送電線とかこういう鉄塔に落ちるんですよね、はい、そうするとその瞬間電圧がぐんと下がるんですよ。でこの電圧がちょっと下がるといろんなことが起きます、はい、一瞬こうライトが消えたりするっていうのがあるんですが、はい、あと工場とかね、あとは精密機器ね、こちらの方に大きく影響します、はい、例えば工場、繊維工場ってナイロンとか作ってる工場って、はいはい、すごくこうあれ平らにしないと製品としてできないんですよね。でそのためにこう静電気を使って平らにこうしてるんですけど、ここに、ね、電圧が少し下がってしまうと、はい、ここに波ができちゃう。あ、波ができちゃうともう製品として使えなくなってしまって、あとは半導体と呼ばれるもの、で半導体入りの工場なんかもそこでラインが一瞬ストップしてしまうと、そこに乗っていた半導体というのは全てダメになってしまって、だいたいよく言われるのはそういう工場なので春停などの雷の被害が起きると、はい、雷一発1億円と言われているんですよ、だいたいねそれによってできる被害額というのはそのぐらいになります。なのでそれで、それに対する対策とも捉えているんですが、はい、あと家庭なんかも、で最近やっぱりパソコンとかもだいぶ普及したんで、はい、テレビなんかもありますけどね、パソコンっていうのは結構電圧の変動に弱いんですよね、それによって使えなくなるとかそういうこともありますね、はい、工場の対策例っていうのも、ね、ありますが、はい、こちら見ていただくと、まず一つは自家発電に切り替えるというのが一つ、はい、それともう一つ製造設備を止める、もうラインを止めてしまうという話なんですが、この自家発電に切り替えるというのが
比較的多いかなというところですね。生産そのものは止めずに自家発電に切り替えることによって電圧をこう変動させずに、ラインを動かすことができるという状況にだんだん今設備の方も、増えてきました。ただこういうものがない場合、あとはそのほんの切り替えの瞬間だけでも影響するときはもうあらかじめ設備を止めてしまって雷が過ぎるまでの間というのは生産をストップするということがあります。でこれがね、先ほど言った通り雷が過ぎるまでってあまり長い時間こうかからないんで、短い時間にストップさせておいてその間に例えば全部がダメになるよりは少し止めた方が結果としてはリスクが回避できる、こんな対策です。はい、結構今、ソーラーパネルとか家庭でもつけてるところあると思うんですが、ああいうのは瞬間停電とかの時も対応できるんですかね。どうなんでしょうね。多分ね、それから電気を作っているんであれば大丈夫だと思うんですが、ただしその設備そのものに落雷してしまえば結局一緒なのかなと思いますけどね。その辺のところはもっと、今最新の状況で、どうなってるのか実際そういうのをつけてる方に聞いてみたいですけどね。そうですね、はい、いろいろね雷について聞いてまいりましたが、ソーラーボタンをここでオープンしていきたいと思います。今度は皆さんに考えていただきたいものです。はい、雷鳴が聞こえたとき雷との距離は、自分がいる場所と雷の距離ですね、20キロ以内、20キロから50キロ以内、50キロから100キロ以内、100キロ以上、どれぐらいだと思いますか。そうそう、ソラミッションでもね同じことを聞いてるんですよ。はい、はい、ちょっと難しい。これは聞こえた時ですよね。雷の光は見えていなくて音だけが聞こえた時ですよね。どうなんだろう。なんか見てると青が多い気が、上がっているのが多い気がしますが、こちらは次のブロックで集計していきたいと思いますので、はい、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。おはようございます。時刻は10時30分を回りました。引き続きサライブサンシャイン、雷から身を守るをテーマに行っていきたいと思います。はい、よろしくお願いしま す, ます。さあ、それではソラキャンバス、皆さんにはご参加いただいてましたが、そろそろ集計していきたいと思いますよ。はい、では5秒前で締め切っていきましょうか。はい、5、4、3、2、1、終了です。ソラキャンバス送信していただけましたか。では皆さんからいただいた、ソラキャンバス、あなたの雷対策を見ていきたいと思います。はい、たくさん来てますね。ちょっとピックアップしながら見ていきたいと思います。ではヒロさんからいただいているものですね。ブレーカーを落としたり、電話線を外す、アンテナ線を外す、これも対策でしたね。そうですね、電気がね、家の中に入ってこないようにというですね。はい、あとはコンセントを抜くという方もね、いらっしゃいますね。そうですね、これよくありますよね。先ほどね、ちょっと言いましたけど、パソコンなどがね、瞬停などにも影響しますからね。あとはヤロパパさん、木から離れる、これも大事ですよね。建物の中に避難、車の中は安全、 PC は雷対策タップ使用。はい、タップって何ですか。あれ、こういうほらコンセントがたくさん並んでるやつ、あれを使用しているということですね。そうですね、それにもあるかもしれない、はい、なるほど。はい、あとはラジオ、これ多分いろんな使い方だと思いますよ。雷が近づいてきてるかどうかというのを見つけたりとか、あとは情報収集とかね。停電してもラジオとか使えますからね。携帯ラジオですね。そうですね、はい、ウッパさん見ていきますか。家の真ん中にいる、テレビとか落としておく、はい、店や小屋、最悪ホラーの絵ホラーもありだと思います。ありだと思います。
家だとやっぱり中央の方がいいんですかね。そうでしょうね。やっぱり電気が外を回って下に地上にね流れてる状況になりますからね、はい、はい。あとは結構ね、PC の電源を落とすとか、はい、多いですね、こうやって書かれている方。あとコンセントを全部抜くね、お、低姿勢もいいんですか。あ、そうですね、低姿勢もいいですね、はい、低くした方がいいですね、低くした方がね、どうしても高いところが落ちやすいんで、こちらはどうでしょうか。高いものから離れる、はい、飛来心のある建物へ避難、はい、やっぱりね、屋内っていうのは結構ポイントだと思いますよ。慣れ出したら外に出ないというのは鉄則だと思うので、はいはい、高い建物の中に逃げるのはいいんですか。高い建物そのものに落ちるんですけども、はい、飛来心があるんで、大体高い建物はですね、飛来心っていうのは法律つけるっていうことになったりするところが多いんでね、はい、それによって耐えられるかなって感じですね。じゃあ家とかに雷が落ちても大丈夫、よくでも落雷によって火災が発生するときもありますよね、はいはいはい、それだけはちょっと注意が必要かなというところですね。飛来心があってもそういうことも起きちゃうんですか、はい、アンテナに落ちてアンテナ線からっていうこともありますから、その辺のところをね、今はかなりこうそういったところももともと安全なように作られていることが多いんですけどね、はい、なるほど。どれ見ていきましょうかね。へそを隠すのは嘘で建物へ避難します。はい、もっちさんですね、はい、でもへそを隠すのは結構意外と別件で重要でして、はいはい、いろいろ俗説があるんですけどね。結構言われますよね、雷が鳴ったらおへそ隠しなさいってよく小さい頃お母さんにで言われました。雷来るということは積乱雲に近いじゃないですか、はいはい、ということはそこから冷たい空気が吹き出しますよね。うん、全体的に気温下がりますよね。あ、寒くなるとおへそ出してるとお腹出してると風邪ひきますよ。お腹壊してますよね。それを、きっと昔の人はね、そういうふうに言って子供は分かりやすいように伝えたんじゃないかと。へそを出して寝るなっていうことです ね、冷えるから、はい、あとね、なるべくこう体を縮めるということもあって、そうなると外にいた時もね、落雷に遭いにくいというのもあるのかもしれない、はい、へーそうっておっしゃってますねチャットの方が、はい、はい、お、車の中は大丈夫という方もいらっしゃいますね。そうですね、車の中は基本的にはアースっていう形になっているので、はい、太陽を伝って地上に電気の方が流れていくんですよ、うん、ただしというのがあって窓を開けとくとか、はい、窓を開けた方がいいんですか。いるとだ、あ、いるとダメ、中に金属があるそこに向かってきたり、あとはカーナビとか、カーステなんかもそうですけど、はい、あれって電気使ってるじゃないですか、はい、でそこを、ね、通ってくることもあるので、なるべくそういうところには触らないという感じですよね。あ、はい、なるほど。建物へ逃げる、はい、ですね。あとは頻繁になったら、あ、雷が頻繁になったらパソコンを落とす、結構チャットの方も雷が鳴り出したっていう時に、チャットの方は急いでパソコン消さなきゃっていう風に、書かれる方も多いですが、念のために切った方がいいんですね。雷サージ、月コンセントですね。月コンセント、可燃流というか、それが一気にガーンと流れないようにとか、そこで制御するという、そういうコンセントがあるんですよ。これがついてれば、電源切らなくてもいいんですか。あそこが遮断してくれるんで。あ、そうなんですね、なるほど。まあ、建物の中にインするとかね、はい、はい、安全な場所に逃げるですね、はい。まあ、こういう時って安全な場所がどこかっていう知識も必要ですよね。そうですね、はい、はい、ということでたくさんソラキャンバスいただきましたが、時間の関係でここまでとさせていただきます、皆さんご参加ありがとうございました。では、ここで空ボタンを集計していきたいと思います、はい。雷鳴が聞こえたとき、雷と自分のいるところの距離どれぐらいあるのか聞いておりました。ではこちらも5秒前で締め切っていきますよ。5、4、3、2、1、終了です。
では風船を上げて皆さんの答えを見ていきたいと思います、はい、あ、100キロが少ないですね、うん、50キロから100キロもなくなりました。あ、20キロ以内という方が一番多いですね、うん、はい、では数字で見ていきましょうか、はい、はい、ということで、まあね、20キロから50キロという方も多いんですが、うん、一番多いのは青の20キロ以内ということになりましたね、はい、こちら実は空ミッションでも同じことを聞いているんです、うん、はい、では、うん、行きましょう。はい、こちら3つ目に上がってますよ。日替わり減災チェック、本日のテーマは雷。参加するというところからね、参加できます。こちらを、ではこちらの質問がどういう意味なのか、うのささんに聞いていきたいと思います。なん、はい、ででしょう。雷、やはり、ね、今日は雷の検査というお話させていただきましたけども、はい、雷鳴ですよね、はい、今日テーマ、今出ている空ミッションは雷鳴なんですけども、はい、これがね、どのぐらいのところで、距離、自分からの距離感というのを、ね、一つ掴んでおいた方がいいと思うんですよね、はい、うん、で実はすごく近くだったとか逆にまだ遠かったというところの距離感を持つことによって今いる場所から例えば安全なところにいるまでの、うん、距離が長ければ安全なところまで移動できますよね、はい、で距離が近ければ安全なところまで移動できないこともあるので、うん、その時その場でいる対策を取ったりとかその辺のところもね、うん、皆さんの方で見ておいていただきたいなとかってこういう印象ですね、はい、はい、答えは誰になるんでしょうかね、はい、さあどれでしょうか。答えは答え出しますか。こっちで出しちゃいますか。はい、出しちゃっていいんですかね。はい、じゃあでは、はい、こちらですかね、うん、で、はい、これはまずはピカの後にゴロゴロがありますけどね、うん、そのじゃあこちらのカメラ行きましょう、はい、でこちらなんですけども大体、10キロの距離とした時光はだいたい 0.00003 秒で消しまいますから音は29秒かかるというところもあるので、はい、うんうん、よく光ってから音が聞こえるまでの時間が長いと距離が長いというお話します、はいはい、じゃあ実際この音がどのぐらいの距離になってくると聞こえてくるのかというところなんですが、それがねこのちょうどね反対側にいますから見てみましょうか。はい、こちらですね、はい、こちら雷鳴が聞こえるはだいたい15から20キロになりますので、先ほどの空ボタンで言うと赤、赤ですよね。赤、はい。うん、10キロから20キロ以内。あ、20キロ以内。ごめんなさい。青でした。青ですね。すみません。いつも赤ばっかり言ってる。青でした。青、青。はい、青です。青の20キロ以内です。はい。失礼しました。はい。赤お好きですもんね。まあ、いろいろと。はい。なので結構ね、はい、音が聞こえてきた時は比較的近いって言えば近いですよね。20キロ。ただ20キロあると。20キロあるということはまだ近づいてくるのは少し時間があるので、はい、まあ、安全なところに、まあ、移動するなりの時間は取れるかなという感じがしますよね、はいはい、あと、うん、AM ラジオにノイズというのもありますね、はい、こちらね、ポイントはねこれ AM ラジオなんですよ、はい、FM ではなくて、うん、あの FM と AM って今あるでしょう、はい、でちょっとね電波のデータの飛ばし方がちょっと違って、うん、FM はこう周波数ってやつなんですけど、はい、AM はねこのでこういう波長をアンプリチュードプリケーション、アンプリチュードモジュレーションかな、はい、というのはそれの AM なんですけど、それは雷って電磁波なんで、うん、その波の上に乗ってしまうんですよね、うん、それでザっていう音がね入ったりするんですね、このノイズ、うん、だいたい50キロ以内ということですからね、はい、そういうところで今雷が自分の位置から見たときにどのぐらいの距離があるのかというところを把握するとあまり慌てずに、うんうん、次の対策も取れるかなというですね。なるほど、はい、じゃあ皆さんは大正解でしたね、うん、そうですね、はい、青です。赤じゃありません。赤じゃなくて青ですね。あ、ちなみに関係ないですけど、はいはい、雷といえば雷の神様、うん、雷神がいますけども、はい、竹三日辻の御事というね雷がいますが、これを祀ってあるのが鹿島神宮です。豆知識です。
ちょっと知識が増えましたね、はい、皆さん。はい。はい。それでは、雷、雷鳴を捉えたらどのように行動したらいいのかを今度は聞いていきたいと思います。はい。はい、まずは雷の落ちやすい、雷が好きな場所ってあるん で、うん、はい、でそういうところからまず離れた方がいいと思うんですよね、うん、で一つは高いところに落ちやすいんですよ、はい、うん、高いところっていうのはなんで高いところかっていうと、うん、先ほど雷がので放電、要はプラスかマイナスの電球の間でこう火花が散るっていう話を静電気のお話しましたけども、はい、雲って高いところにあるじゃないですか、はい、なのでここの距離が短いところにやはり落ちやすくなるんですよね。うん、なので低いところよりもちょっとでも高いところの方を狙ってボンとくることがあるので、うん、高いところからはなるべく離れる方がいいと、こんな状況となります、はい、でね、この辺ちょっと絵があるんで行きたいと思いますが、はい、じゃあでは3回目でいきましょうか。はい、こちらです、うん、こちらの絵で高いものに落ちやすいということ、あとはここにある雷より流れやすいところに流れるってありますけど、これ見ると、はい、木のそばの人に対してドンとなんか隣に映、ね、ってくるんですね、うん、絵がありますね。というのは木よりも人の体の方が電流を流しやすいんですよ。あ、うん、なのでこれもね、雷としては流れやすい方にこうなるべく行こうとしますから、うん、この距離離れていても伝わってくるんですか、うん、これがねある程度の距離があれば大丈夫だと思いますので、ね、うん、はい、ちょっと見てみましょうか、はい、で今のね側撃雷という形になります。この脇の方からドンと流れ、3回目お願いします。はい、こちら、はい、こちらドンと流れてくるような形ですね。はい、うん、これ脇にあったものから来る側撃雷になります。はい、なるほど。でただこの本当にね周りに何もなくて木しかない時もあるんですけども、うん、はい、で木は実は飛来心側になる時もあります。ただその時条件があるのでこちらですね、はい、でまずは木の高さがこれ4メートル以上というところです、うん、でこの位置から45度の角度を取ったこの範囲の中で木から2メートル以上離れるということがポイントなんですね、はい、でなぜこうなるかというと、うん、これよりも低いと人の方にやっぱり落ちてしまうんですよ、はいはい、あとはこの範囲から離れてしまうとまた人の方に落ちてしまう。であとこの範囲の中で2メートル以上で書いてますけど、これよりも短いと先ほどのようにこの木から人に対して流れ込んでくる側撃雷があるという形になります。でここでなるべく姿勢を低くする、でなるべくねこうね縮こまる方がいいんですよ、うんうん、なるべくこう人の体っていうのは雷を人に例えるとね、うん、雷からなるべく見えにくくするんですよ。あそう、なるべくそこにね見えないような形、そこに落ちにくいような形にする姿勢が必要ですね、うん、はい、これがね屋外にいた時なんですが、うん、ただ必ずしもね屋外にいる時ってはこれはもう結構最悪のケースに近いのかなと思うんですよね、うん、で基本はやっぱり建物の中に避難するというところが一つのポイントになってくるかと思います、うんうん、はい、雷が鳴るときってやっぱり雨が結構降ってるじゃないですか、はいはい、そうすると傘を差しますよね、うん、はい、チャットの方も傘を差したらダメでしょうねとおっしゃってますが、ね、傘ダメですかね、はい、やっぱり傘は落ちやすいですね。要するに高いところに落ちやすいんで、傘って人よりも高いところにこう位置しますよね、こんな感じで、うんうん、ということはここを狙ってくるんですよ。ここを狙ってドンと落ちますから、うん、で隣に傘を差していない人の方が低ければそれよりも高いところを狙いますからね、うん、はい、これを狙って落ちてくる、こんな形になりますね。尖ってる方が落ちやすいとか、うん、そういうのもあるんですか。そういうのもあるかもしれないです、まあ、いずれにしても傘はしかも金属なの、金属の場合が多いんで、金属は電気通しやすいですからそちらの方 に落ちてくるという形になります。ただこれは比較論の話であって、はい、やはりね全くない真っ平らなところで人が立っているとその分だけ身長分だけどんと立って高いですからね、そこにはやはり落ちやすくなるのは変わりがないと、こんな形ですね、はい、なるほど、うん、いやもう雷が鳴っているのが聞こえたらもう早めに屋内へ避難する、うん、っていうのが、ね、一番の、ね、ポイントかと思いますね、はい、木の下で雨宿りっていうのも危険ですよね、うん、危険ですね、これ先日8月の18日、先ほどね、
VTR でもありました、あの、はい、あの千葉の方でも桜ありましたけども、大阪でですね、ちょっとこの雷によって事故が起きました、はい、であの屋外に行ってですね、まあ、雨も強く降ってきたので雨宿りを木のそばでしていたわけなんですけども、その木に落雷して結局そこからの伝わる電流ですよね、側撃雷、こちらになりますけども、この状況になったわけですね、うん、この木が落ちてその近くにいた人に電流がこう流れたといったような状況になって、まあ結果的に残念ながら亡くなってしまった方もいたと、こんな状況となりましたよね、はい、やっぱりね、うん、ちょっと雨が強く降っていると、はいはい、どうしてもね木があるとその下に逃げ込みたくなる気持ちはすごくわかるんですが、うん、まあ、近くの建物を探して避難するっていうのが一番ですね、そうですね、うん、はい、はい、わかりました。さっきもね、ありましたが、うん、はい、ソラキャンバスでもありましたがね、うん、車もいいんですよね。そうですね、車はね、比較的安全なんですよね。あの金属の基本は箱です、うん、でタイヤというゴムがついているので、そこは、まあ、電気を地上の方に流してくれる。よくアースっていう言葉があって、はい、昔はですね、洗濯機とか外に置いてあったんですよ、うん、置いてありました。はいはいはい。で、その洗濯機って金属なんでやっぱり落ちやすいんですね、うん、そこからこう導線を伸ばして地中にこのぐらいの、ね、金属の棒を刺してあったりしたんですね、はい、あれは洗濯機に落ちたものがこうこれを伝わって地面の中にこう落ちていく、うん、まあ、これアースって言いますけど、アースって地球のことでしょう、うんうん、要はそれをね、逃げる効果もあるんですが、はい、車も同じようにそういう形で流れていくような状況です、うん、車のこう表面を伝って周りを電気がこう流れて、最終的に設置をしているタイヤから地面にこう流れ込んでいく形になります。ただ窓を開けていたりすると、はい、窓の中にはもっと電気の方が流れやすいところがあると、そこに対してドンと入ってきてしまうでしょう、うん、あとは車を流れた電流というのが中の金属を通してね、特に電気を使っている、先ほども言いましたラジオであるとか、はい、あとは先はもうカーナビ多いですから、うん、カーナビといったところにも入ってくることもあるので、うん、なるべくそういうところには触らない、うんうん、あとはなるべくエンジンは止めておいた方が安全です。はい、なるほど、こうやってやってた方がいいんですね。そうですね、あんまり余計なとこ触らずにこうやって待ってた方がいいんですね、はい、なるほど、わかりました。宇佐さん、どうもありがとうございます、はい、あと、うん、そうですね、家の中にいた時にどんな感じで行こうかって思ってたのか、はいはい、結構先ほどソラキャンバスで書いてくださった方も多かったですが、うん、そうですね、はい、外にこれも家の外を伝わって地上に、ね、電流が流れていくんですが、はい、ただ家の中電気を使うものがありますよね。電気を使うということはこのそれぞれの電源というのは外からこうラインを伝わって線を伝わってね、ここまで電気を通しやすくしているわけですから、はい、逆にこういうところは電気が通しやすいんでしょう、うん、なので先ほどあったパソコンなどここを通って入ってくるときもあります、はい、で電話線もねこれ電線ですから、はい、うん、まあ、最近光ケーブルとかもありますけれども、うん、ただこういう形でそこを伝わって入りやすい。でテレビなんかもそうですね、これ、はい、距離を取っておく必要性がある。なるべくこれ消した方がいいと思います。うん、で今はそのテレビなんかも過電流、すごく強い電圧がかかったり電流が流れてるって自動的に遮断されることなんですけど、はい、昔特に、ね、ブランカーの古いテレビだとテレビそのものがボンといくときがあるんですよ。怖いですね、あまりも、ね、こう強い電流があるんで、ね、なのでそこからはなるべく離れて、先ほど家のなるべく真ん中にいるというのがありましたけどね、はい、その方がいいと思いますね、はい、やっぱり電化製品とかをすべて切ってしまうと、うん、はいはい、情報っていうのが入ってこなくなるので、ね、はい、ラジオとかがやっぱり役に立ちそうですね、うん、あとは携帯です、電話、スマートフォンもそうですよ、うん、まあ、スマートフォンがあればそれでも見えますから、あ、そうですね、はい、確かに、はい、ありました、はい、あと最後に、うん、ゲリラ雷雨、はい、防衛隊、防衛隊ゲリラ雷雨チャンネルの方から、ゲリラ雷雨チャンネルの方からちょっと、はい、野沢さんに説明していただきましょう、はい、今日は防衛隊の皆さん、今日もになりますけどね、はい、活躍していただいてますけども、やはりねゲリラ雷雨防衛隊っていうところは、うん、まずは皆さん自分の雷にあったりとかそういうのが嫌だっていうところもあって怖いというのもあるので、はい、
雲を追いかけ始めるじゃないですか、うん、で防衛隊の特徴というのはそれを、ね、みんなで一つの雲を追いかけていって、うん、どこが起きやすいということ でその結果を、ね、またゲリラ雷雨メールという形で発信するわけなんですけども、はい、みんなで力を合わせてそれを追いかけていってでしかもそれを情報共有することによって、うん、被害を減らしていこうということなので、うん、実はゲリラ雷雨防衛隊というのは、まあ、今回の復権祭特集のテーマの一つである、はい、ジョイン&シェアですよ、うん、参加と共有、それによって減災、うん、しかもそれが自助であってまた共助であるこれに伝わっていくような形になっていますから、はい、うん、ゲリラ雷雨防衛隊これ参加している方またそれの情報に共有している方もね、うん、実は自然自助共助減災をやっているこんな流れになってますね。はい、はい、このゲリラ雷雨チャンネルというのはどのように活用していったらよろしいでしょうか。はい、そうですね、まずはねゲリラ雷雨チャンネルを見ていただいて、はい、どこが今危ないのか、うんうん、危ない場所はどこなんだで危ない雲がどういうところにあるのかというところをまず確認することもできますよね。はい、うん、であとここに日々振り返り動画なんてありますけども、はいはい、これで押してみましょうか、うん、過去の分も見れるんですよね。うん、でその日どんな形のことがあったのかというでこれを見ることによって、うん、あ実はこの雲って危ないんだなとか、うん、それが、ね、どんどん蓄積されていけばまたこれを見ることによってね自分の方で空読みのところでもしっかり見ていけるような形になるかと思います。うん、はい、うん、まあ、あとはこれにゲリラチャンネルだけじゃなくて防衛隊からの情報としてゲリラライブメールというのもあるので、うん、その辺も活用していただきたいなと思いますね。はい、わかりました。はい、では今日は雷から身を守る、はい、ということをテーマに宇野沢さんに詳しく伺っていきました。宇野沢さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではこの後は11時から再開したいと思います。